はい、政府からとある数字が発表されました。何の数字かと申しますと、上陸拒否外国人って言う、まあ、関係の記事なんですけど、1万人超らしいです。で、中国が最多らしいです。まあこれはね、人口比考えればね、東アジアの我が国に来る周りの国の人数を踏まえて、どこの国が多く来てるかなっていうのを周りを見回してみれば、まあ、そろそうかなあれですね。あ、これ今年じゃないですよ、去年2019年の話です。まあ COVID-19 のおかげで集計が遅くなったらしいんで、今頃の発表となったようであります。でね、問題なのはなんでこれ突っ返されたかっていう話なんでございますよ。要は上陸、つまり、入国した理由に虚偽が疑われたからです。観光あるいは就学、留学というような理由を述べているんだけれども、明らかに就労としか思えないから突っ返されたわけであります。いや、普通にさ、就労に来いよって思うんです。日本で働きたいんだったらちゃんと就労ビザ取って就労で来いよ、就労みたいことやってまで来るぐらいなら来んじゃねえよって思うわけです。これ別に平気を学んでましたよ。単にルールを守りましょうって私言ってるだけですからね。はい、単に目的に合ったビザを取って入国してください。それなら別に拒む理由は、まあ今は国際人があるんで拒みますけど、普通だったら拒む理由は一応ありません。ちゃんと入管が OK 出してるんですからね、うん、OK 出せなかったってことは、まあ言うたらなんですけど不法だって犯罪だっていう話である。そんな人間にはね、我が国の領土に土足で踏み入ってほしくない。どうぞお国にお帰りいただきたいわけです。で、ちなみに、中国の次というか、中国がまず何人かって話なんだけど、さっき1万人って言いましたね。正しくは、1万飛び647名だそうです。うち中国がすごいですね、8890名だそうです。ほんと全部じゃねえかって。で、次が、中国が、次がトルコ、だいたいタイだね。タイで、1000人ちょっと。その次がトルコで1000人弱。だって。で、空港でやっぱ慣れてとかになるね。みたいですね。まあ結局ね、まあ、ヒート君が言いたくないんだけど、偽ってまで来ないでおくれって話です。はい。我が国は、別に自由主義陣営でありますから、ルールにのっとって、法治のもとに来ていらっしゃる、分には全く問題はございません。入管の方にはぜひとも頑張っていただき、今後も、かけらでもとは言えないな。疑いが見込まれる方については、ぜひとも差し止めていただいて、お国へ、地元へ、祖国へお帰りいただいて、我が国での不法就労、違法な労働につかないように、まあ、違法に労働つくってことはね、それだけ我が国の賃金水準を下げてるってことだからね。いくら、人数的なインパクトが低いって言ったって、いくら割合的リミタル影響だって言ったってさ、この不景気の中だよ、多少ないとも影響が出てしまうのは、一般の日本国民にとって不利益以外の何者でもないわけであります。はい、繰り返しになりますが、ぜひとも入管の方たちは、フンコさん以外は、頑張っていただいて、我が国の水際を守っていただきたい。日本は島国ですから、海岸線に漂着したものを防ぐのはなかなかに、ほぼ無理であります。ですが、せめて開かれている門戸、空港や港においては、きっちりかっちりと頑張っていただいて、まあ、言うたらなんですけど、逃げる方も守ってしっかりやっていただいて、この間のゴーみたいなふざけた話が起きないようにしていただければ幸いと思います。はい、入管の人たち、ぜひとも頑張ってください。よろしくお願いいたします。